ヤンエムビラは、フランスソンム県アミアン出身のサッカー選手。オリンピアコス FC 所属。ポジションは MF。今後民主共和国にルーツを持つ。1999年にアミアンのユースチームに入団。2004年にレンヌに移籍し、2009年にトップチームに昇格した。同年8月16日のニース戦でプロデビュー。 稲本純一らを押しのけてポジションを獲得しデビュー1年目からリーグ戦35試合に出場した。その活躍は国際的な関心を集め2012年夏の遺跡市場ではレアル・マドリード、アーセナル、インテルへの遺跡が取り沙汰され本人も興味を示した。2013年冬にはハリー・レドナップ監督の強い意向で QPR が 獲得目前まで迫ったが、遺跡は実現しなかった。2013年1月、ロシアプレミアリーグのルビン火山に移籍4年契約で遺跡金は1200万ユーロ、年俸400万ユーロと報じられた。火山では、在籍1シーズン半で、リーグ戦24試合に出場した。2014年8月、イタリアセリエへのインテルナチオナーレミラノへ900万ユーロでの、 買取オプション付きでレンタル移籍することが発表された。2018年1月、リーグワンの AS サンテティエンヌに1年半の完全移籍で加入。2020年9月13日、オリンピアコス FC に3年契約で移籍した。2010年8月11日、フランス代表として親善試合のノルウェー代表戦で代表デビューを果たした。 2011年9月2日のアルバニア戦で代表初得点を挙げた。ローラン・ブラン監督のもと、ユーロ2012予選で代表に定着する。ユーロ2012本大会では、足首の怪我で欠場したイングランド代表との初戦を、除くすべての試合に出場した。2012年11月、U-21 代表の召集中にウィサム・ベン、イエデル。 アントワーヌ・グリエスマン、クリス・マビンが、エムベニアン・ラと共にお遊びをしたことで、2014年6月30日まで、世代別代表を含む代表戦への出場停止処分を受けた。この処分により2014年のブラジル W 杯への出場は絶望的となった。ありがとうございます。